どうもブラッドです。さあエンゼルスオリオールズとの4連戦、今日が3戦目ですね。行っていきましょう、行ってみましょう。スタメンはおなじみのメンバーですね。そして先発ピッチャーサンドバル。サンドバルね、もう久しく勝っておりません。6月は0勝。そして前回7月の頭アストロズ戦も負けております。5月22日以来の勝利になるか、頑張ってほしい。そしてお相手オリオールズの先発ピッチャーディーン・クレマー。さあそれでは試合の結果見ていきましょうか。今日の試合の結果はこうなりました。はい、プー。まずね、試合のことは置いといて皆様にお聞きします。皆様お元気でしょうか。ええ、今日残念ながら負けました。ご覧の通りです。サンドバルいいピッチング、素晴らしいピッチングしたにもかかわらず負けております。昨日からの今日ですからね。僕もね、今日の試合終わってからもうね、しばらく放心状態でした。あーもういやー、何これ、あー頭痛い、体だる、昨日筋トレしたし体痛い、もういやー。午前8時、まだ今日一日残っております。たくさんそんな状態で朝からこの精神状態どうでしょうか。悲しいですよ。このまま日曜日残り終わってしまうの悲しいです。それでね、僕ね、なんとなくね、この動画作る前に好きな曲1曲聴いて歌ってみました。それだけでね、一気にね、心身ともに回復しました。結論、皆様エンゼルスに支配されちゃいけませんね。この動画見てる方、皆さんね、熱心なエンゼルスファンでしょう。ただのめり込んでしまうとうまくいかないとき辛い。もうそれをね、よーく今年味わいました。あの14連敗はね、まだ平気でしたけどね、残り試合数があったんで。ただ現状シーズン半分終わって借金10、そりゃ辛いっす。それでここ何試合か負け見てるとそりゃ辛いです。もうね、皆さん精神衛生上良くないんで、早くね切り替えた方がいいです。まだね、まだ今日だってたくさん残ってますから、早く切り替えてください。何かエンゼルスじゃない別のね、もっとスカッとする自分の好きなことにね、時間使ってまず心を整えてください。以上です。石膏石膏大石膏、そんなエンゼルスでした。もうチャンスはね、相手よりありました。でも一本出ない。まあ本塁が遠い。この2回ね、デッドボール、ステファニック頭部、ちょっとねヒヤッとしましたけど、すぐにね1塁駆け出したんでよかったんですが、この頭部のデッドボール、そしてレイヒーホのヒットで1・3塁、ワンアウトですよ。1・3塁、鈴木ね、2ボールからしっかり的絞ってたはずなんですけどね、捉えられず、ファーストフライ。マーシュも、マーシュいつ治るんだ、高め空振りマシーンいつ治るんだね。もう何回同じことするの、同じこと言わせるの。コーチのせいかい、マーシュのせいかい、誰のせいだい。人のせいにするんじゃないよ、自分で何とかしなさい。サンドバル唯一と言っていいピンチでね、失点してしまう。まあ負けてる弱いチームってこうなっちゃうんですね。で逆にここまで6連勝中のオリオールズ、こういうところで点取れるんですね。ここもこっちミスありました。ワイルドピッチ、鈴木前に落とせない球ではなかったと思います。打たれた球もそんなにね悪くはなかったです。マウントキャッスル初球カーブから入るの全然悪いことじゃないと思います。ストライクゾーン低めにも決まってました。でサンタンデールが打ったのもね、スライダー、まあ膝元ね、ギリギリストライクかなっていうところに決まってました。ただそれがねタイムリーになっちゃうんですね。
まあこういう経験でね、サンドバルもっと大きくなってほしいですね。9回自分が0点に抑えなきゃダメだと、それぐらいのね責任感がやっぱまだ欲しいですね。昨日のデトマーズしかり、もう今うまくいかないのはね、若い投手陣たちの成長を促す試練だと思いましょう。想像してください、シルセス、デトマーズ、サンドバル、スアレス全員が先発完投型。8回俺が行く、9回俺が行く、クローザー信じられないね、ブルペン信用できないね、俺がやる、俺が必ず抑える、勝ちに導くのは俺しかいない、そのメンタリティを持つピッチャーがずらっと並んだ将来のエンゼルス、投手王国ここにあり、ブルペンなんかいらない、そういう考え方にね今年なってるんじゃないでしょうか。もう今日みたいにね打てない日が続くと、俺も打つぞってね言い出すかもしれない。大谷選手に今度バッティング習ってね、どうやって二刀流やってんだと。むしろそこぐらいね積極性を持って自分一人で勝ちに導く、それぐらいのハート持ってほしいですね。点取られた直後にチャンス、ビアがねセーフティー気味にバント決めて、これでワンアウト二塁。まあこのビアもね、もっと本当は走ってほしいんですけどね、相手もどんなミスがあるか分かりませんから。昨日からね内野ゴロでね、ビアすぐにねスピード落とすんですよ。いや分かりますよ、多分もう31歳ですから、体にガタが来てるのかすぐ息上がっちゃうのか分かんないんですけど、塁間ぐらい全速力で走ってくれってね見てる方は思う。あれ誰かちょっと一言言ってほしいですね。でトラウト、これ併殺ね、まあこれ普通のサードゴロなんですけれども、一塁への送球の間にマーシュが三塁に行ってアウト。まあタイミングでギリセーフだったんですけれども、足がベースから離れてアウトという判定。まあこのタイミングとかね判定は置いといて、まず三塁に行くこのタイミングですね、サードから送球する瞬間マーシュここにいました。多分マーシュもね間に合わないかなって思ったと思います。それぐらいここからのセーフはなかなか厳しいと思います。二塁から三塁、まあ三盗みたいなもんですよね、絶対に絶対にセーフになんないといっちゃいけない場面、バッターね大谷選手ですしね。だからここはね、まあ結果アウトですし、暴走と言われてもしょうがない。マーシュちょっとねやっぱお疲れなんですかね、体も頭も心も。マーシュ本来ねクレバーなはずなんですよ、大学時代アメフトもやってましたし、周りがよく見えているはずなんですよ。ただこうやって状況判断が出てきてないっていうことは、やっぱね疲れてますよ。一回マイナー落としませんか、アデル行きましょうよ。今ねエンゼルスを変えられるのは元球界のトッププロスペクト、ジョー・アデルしかいませんよ。実際ねアデルがねいた時の方が勝ってるんじゃないかな、いない時よりね。一回マーシュを、まあマーシュをねリフレッシュさせるという意味でアデルを使ってもいいんじゃないでしょうか。というか個人的にねただ見たい、もうそれだけです、僕のわがままです、お願いします、アデルをレフトで使いましょう毎日。で6回の石膏ですね、相手ブルペン陣の顔ぶれから言ったらここが一番チャンスだったんですけどね、ステファニックのゲッツー。まあこれ打ちに行ってる以上ね仕方はないんですよ、皆さん落ち着いてください、そんなに怒らないでください。ステファニック確かに悪いですよ、ゲッツー打ってるんだもの、でも静まってください。てかここであのあれありましたね、セーフティースクイズ、ステファニックね1球セーフティースクイズ仕掛けてファールになるんですね、まあサインだと思うんですけれども、まあそのファールを見てからの併殺なんでね、っていうところがまたね皆さんのキレポイントをね騒がせるかもしれません、落ち着いてください、静まってください、怒りは何も生みません、憎しみは何も生みません。
最初に言いました、のめり込んではいけません。その負の感情、早くあなた自身の心から解き放ってください。自分の好きなものに、早く自分の好きなものに時間を割いてください。大好きなペット、大好きなお酒、早くこのエンゼルスの現実から解き放たれてください。現実から逃げてください。早くエンゼルスから逃げるのです。そして大好きな人と幸せな時間をいっぱい過ごすのです。そしてまた明日朝1時にカムデンヤーズでお待ちしています。勝ったらどっぷりのめり込み、負けたら一目散に逃げて、すぐにエンゼルスのことを忘れるのです。それが健全なエンゼルスとの付き合い方です。忘れてはいけません。ワンアウト1、3塁のゲッツーは確実にあなたの心を蝕んでいると。私の願いは一つです。どうか皆様がエンゼルスと上手に付き合い、日々を穏やかに過ごせますように。つか早く勝っちゃいんねん。そして7回極めつけの大石膏、ノーアウト2塁からですよ。もうね、エンゼルス名物ノーアウト2塁無得点、ノーアウト二塁からね、ここはね、第一段階進みました。ワンアウト三塁。鈴木のね、レフトへのめちゃくちゃ大きな当たり、球場によってはホームラン。去年だったらホームラン。これでね、鈴木が頑張りましたんで、ワンアウト三塁できました。マーシュ何回三振すりゃいいんだ、この野郎。あ、すいません。すぐに心を解き放ちます。はぁ。こうね、目を閉じてね、田園風景にこう身を委ねるんです。綺麗な自然が目の前にいっぱい広がっている。はあ、そっと目を開けてごらんね。ただのボールとバットの遊びです。マーシュはバットにボールが当たらんかっただけです。はいはいはい、浄化完了。ピッチャー代わってビア、100マイル相手によくバットに当てました。ファーストゴロよくできましたね、皆さん怪我がなくてよかったです。次に行ってみましょう。はい、最後もですね、見せ場は作りました。2アウト2塁から鈴木、レフトライナー。もうちょっとレフト線でしたらね、ヒット、同点のタイムリーでした。期待値から言ったらこれ以上ないくらい盛り上げてくれました。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。1対0負けました。先発のクレーマー、よく分かんなかったですね。調子がいいのか、どの球がいいのか。あ、コントロールはまあまとまってたからよかったのかな。1番2番3番ヒットなし。やっぱビア、もうね、何億回と言ってます、ビア1番違うって。なんでおかしいって。絶対どこにそんな信用があるんだ、この。もうホームンとはもうやーあーもうこあーもうこもうこもうこのかこの感じ、この感じ嫌い、自分のこの感じやだ、もうあーダメだ、どっぷり使っちゃいけない。あー、ちょっといやっぱね、本当にね、なんていうの、こう一線引いてね、もう客観的にね、自分とエンゼルスとのね向き合い方を見といた方がいい。皆さんにおすすめですこれね。もう文句言ってもしょうがない、現実は変わらない。そんなやつ客観的に見てね、好きになれないでしょ。同じことです。自分もね、文句ばっかり言ってちゃいけませんよ。コメントに文句ばっかり言ってる人いますけどね、周りに何もいいね影響を与えません。一回そのコメント投稿する前によく見返してください。誰かを傷つけないか。基本的にはね、一個人の意見なんでブロックとかね、削除そんなにしませんけど、度を超えたものね、ブロックします。あと人に対して、この際言っとくんですけど、人に対してね、人が言ってることに対して、なんでそんなのも知らないのとかね、なんか上からこうマウントを取って、自分がね相手より詳しいからってマウント取って、そんな、なんかそういうこと言うのやめてください。情けない。だからメジャーファンが増えない。メジャーのファンね、一部そういう人います。偉そうにね、ちょっと昔から見てるからって。何がそんなに偉いの。優しく教えてあげればいいじゃないの。ほんとね、自分が好きなメジャーの界隈、優しさで溢れててほしいね。
大谷選手のことをね、応援してる大谷信者がどうだ、ああだこうだ、どうでもいいじゃん。誰か一人応援してる、それ以上でも以下でもない、どうでもいいじゃん。他の選手知らない、別にいいじゃん。誰かを好きでいること以上に何か必要なことありますか？他のメジャー選手、トラウトって誰？いいじゃん、別にこれから知っていけば、教えてあげればいいじゃん。こんなにすごいんだよ、こんな活躍してるんだよって。なんとなくのイメージですけどね、そういう、なんだろう、まあいわゆるね、にわかファンっていうんですか、そんなに知らない人、メジャーそんなに詳しくない人をね、まあ攻撃的っていうか、上からね攻めるっていう人がね、たまーにいます、ツイッターとかね。まあこの動画ね、まあ僕の動画の視聴者はお利口な方たちばっかなんでね、そういう人いないと思うんですけど、もしね、ここのコメントだけじゃなくて、他なんか、まあネット上いつでもね、メジャーのことも関係ないですよ、メジャーじゃなくても、誰かを1ミリでもね不快にさせるような内容かなと思ったら、もうその投稿はやめましょう。誰も得しない、自分のためにもなんないですからね、マジで。もう普段からそう、ネガティブな言動はねやめた方がいいですよ。申し訳ありません、話がそれました。ステファニックですね、今日ゲッツー打ちました。確かにそこマイナスでしたけど、それよりね、ヒット1本打ってます。ライト線へのね、痛烈なライナーらしい、ライナーのヒットありました。もうこれが出ただけで十分です。明日以降も期待できます。そしてレンヒーホー、ヒット2本ツーベース1本、見事にチャンスメイクしてくれました。この調子でね、ここ最近レンヒーホー本当に当たってます。今日はショートの守備も難なくこなしてましたんでね、攻守両面でこれからもっと期待したいですね。あと最近マッキノンどうしたんでしょうね、サワン相手にしか出さないのかな。期待値から言ったらね、鈴木のところで出しても良さそうなもんですけどね。まだメジャーで全然長打力がね見られてないんで、どんどんね試合に出して早くスカッとする一打を見たいですね。サンドバル抜群でしたね。チェンジアップはもちろん、スライダーもね決まってました。カーブもね制球良かったです。三振が10個。まあこれで2日連続ね、先発ピッチャーが好投したにもかかわらず負けてしまうという結果になったんですが、今頃ねサンドバルとデトマーズどんな話してるんですかね。やっぱ慰めあったりしてるのかな。もうこんな思いね、極力若い2人にはさせないようにね、ブルペンも野手もまた明日から頑張ってほしい。そしてループね、今日フォアボール1個出しましたけど、結構ね良かったですよ。オドーアとマリンズ打ち取ったんですけど、コーナーに投げ分けてね、2三振、低めにもね球集まってたんで、ちょっとねループ復調の兆しかなっていう感じが見えました。そしてオンツはナイスピッチング。いやー、どん底。かつては11貯金ありました、今今季ワースト借金10。いやー、どん底、どん底節歌っちゃおうかな。ドン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 雑魚エンジェルス、もう開き直れ、もうやるしかねえ。それにしてもオリオールズこれで7連勝か。だって前ね、前のカードでレンジャーズスイープ、そして明日負けたらエンゼルスもスイープになると。ちょっとア・リーグ西大丈夫かって話になってきます。この地区格差が激しいア・リーグ西、メンツを保つためにももうちょっと頑張ってくれ、エンゼルス頼む。この4連戦の先発、シルセス、デトマーズ、サンドバルにスアレス、全敗はかわいそうよ。先発陣はねみんな頑張ってるのに一勝もできないのはねかわいそう。若い目をなんでこんな形で潰そうとするんだ。明日は勝ちましょう。お相手はねオープナーですね、ボース。このピッチャー2回3回しか投げないと思うんで、そこでね点取りましょう。この防御率だったらね点取れる感じしますよ。なのでまず序盤に先制点、そしてスアレスは耐えて耐えて、そしてキハーダ、テペラ、イグレシアス、
この3人のみそぎ当番で勝ちましょう。ね、3人揃って000並べて、昨日の悪夢を払拭しましょう。ほんと明日勝てないとまたね、次アストロズなんで、大谷選手まで一勝もできないっていうこともあり得る。もうあんなの見たくない。頼む。明日にかかってる。明日くらいは気持ちよく、打つ方も投げる方も頑張って勝ってくれ。頼んだ。レッツゴー、アントロス。はい、それでは今回の動画以上といたします。ご視聴ありがとうございました。また別の動画で会いましょう。